ようこそ。ゲストの皆さんもこんにちは、だけんです。今回も楽しいゲーム一緒にやっていこうぜ。よし、はい、ちょっとねだいぶ前のゲームなんですが、 SCP-087 の、ゲームがあったんで、今回こちら実況プレイしていこうかなと思います。無限階段ですね。なんでこんな凄まじい曲にした急に雰囲気変わってんじゃん。何これから戦場行くぜみたいな曲流してんだよ。はい、ということでですね、今回こちらやっていこうかなと思います。はい、 SCP シリーズ最近多くやっておりますが、とても楽しいですね。はい、始まりましたね。めっちゃ綺麗じゃね？すごい綺麗。はい、結構マウス感度いいね。ちょっと振り向きざま酔いやすいんで気をつけてください。あっ、ぶっぶっぶっ、何今の驚き方。今年で一番謎な驚き方した気がする。あれ顔に見えた。これが映ってるってことね。はいはい、角度的におかしいだろこれ映るところが。はい、今回こちらをね実況プレイしていこうかなと思うんですけど、何何反応してんだよな。開かない、全部扉開かなかったね。はい、SCP-087 はオブジェクトクラスがユークリッドですね。はい、まだ未解明ということで、未解明の無限階段やね、これから降りるらしいです。で、クラスが D 職員なのかな、この主人公は。 D 職員って基本的に死刑囚とかってことだよね。だからこういうとこに行かされるんだよな。はい、まあじゃあやっていきましょう。僕は何をしたんでしょうか。これライトとかあんの？あった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 。はい、で、これ13階段あるらしいんだよね。ちょっと数えてみるか。バッテリー減っちゃうな。まあいいか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。あるね、すごい。全部13階段あるみたいですね。はい、じゃあ降りてきますよ。はい、ここは暗いで。で、なんか設定がすごいよね、 SCP って。この SCP-087、 この階段自体が087らしいんですけど、ここはなんか明るい光を吸収しちゃうみたいで、75ワットぐらいまでの光量じゃないとダメみたいな、そういう設定があるらしいです。とても細かい。はい、じゃあ降りていきましょう。今日ね、ちょっと僕矯正してるからかわかんないんだけど、歯がねすごく痛いんですよ。こんなこと初なんですよ。さあ、だいぶ降りてますが、鳴き声聞こえるね。だ、あ、あ、じゃあごめんなさい、ちょっとこの影にすごいびっくりしました今日すげえ謎な驚き方すんじゃん。だいぶ前から鳴き声聞こえてたね。普通に反響音か何かかなと思ってたんだけど、鳴き声か。そう、あるらしいですね、 SCP-087 はこういう鳴き声が聞こえるらしいです。これ走れんの？走れるね。どんどん降りちゃいますよ。 OK、 何回あるねん。あ、なになになに、また新たな懐中電灯が。あ、バッテリー回復したね。てかこれ2つ持ってこうぜ、怖えから。はい、なんか張り紙があるね。うん、なんて書いてあるんでしょう。英語はよくわかりませんね。行きましょう。さあさあさあ、どんどん降りましょう。ではこれ、ああ、はっ、足音聞こえた。いきなりやめてくれよ、マジで怖い。でこれ結構難しいらしいんで、今回クリア目的でやっておりません。絶叫目的です皆さんの鼓膜崩壊目的です、僕は。はい、なんかいるな。無理だわ、めっちゃ怖え。いやもうほんとマックス音量で俺プレイするのやめようかなどうですか皆さん、皆さん鼓膜大丈夫ですか
まあ心配したところで保証とかないんですけど、ちょっと水飲みますね僕。あ、こっからできるのね。よかった。すすり泣く声が。いやびっくりしちゃばいよお前、ふざけんな。さっき飲んだ水のペットボトルがパーンってなりましたね今。ペットボトルに対してお前ふざけんなって言ったの俺人生初だわ。とても怖いゲームですね本当に。ユークリッドなの俺にとってはもうケテルなんだけど。何あいつ完全に危害加えてんじゃん。ケテルにしろよ。はい、いますね。あいつが追いかけてくるんで。これズームできるんだ。ちょっと待ってね。冷静に冷静に冷静に上がれ。待ってこれ無理じゃん。顔超地形じゃん。どこ見てんだお前。俺の方見てねえだろ。ちょっとだけ可愛いな。待って二度も死んだな。三度目の正直ということで。え、これ逃げれるんすかね。スタミナが切れちゃうんだよね。お次は負けませんよ。認証しましたね。はい、これ認証したらもうすぐ逃げた方がいいのかな。逃げて逃げて。あ、来てる来てる。オッケー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 。もう死にすぎたからね。こうすれば結構余裕だね。スタミナもすぐ回復するんで。あ、でもまだ来てる。あー！お前しつけーよ。どんだけ追ってくんだその顔面で。最悪なストーカーだな。で、ストーカー全部最悪だけどさ、こいつに限ってはもう特上の最悪さ。は？てかだいぶ昔にこの無限階段っていうホラーゲームやったんですよ。あれって SCP だったのかな。僕気づかずにやってたんですけど、最近ね SCP っていうものを知って、まあ、なんとなくは知ってたんですけど、詳しくというか調べるようになったのが最近なんですよね。はい、だいぶ絶叫しちゃってるな。なんか喉がちょっと痛いっすねもう。やめたいよ。もうこのゲーム怖すぎるね。なんかあったよ。お、バッテリー。よかった、これはまだ続けろってことかな。なんか色合いが変わったな。ダウンって書いてあるね。うん、ここでアップだったらおかしいよね。ずっと下がってんだよこっちは。テンションダウンしてきたわ。うわ、やばっ。悲鳴となんか切り裂くような音が恐ろしいですね SCP-087。 さて、さっきから SCP-087 ってめっちゃ言ってるよね。超宣伝してんじゃん。そんな効果ねえかもしんないけど。はい、なんかいろいろ書いてありますね。はい、読める方は読んでください。なんか時々画面が止まるんですよねこのゲーム。その点ご了承ください。また新たなとこに来たね。何これ。てかさ、終着点ってことこれ SCP-087 の。よっ、なになにね、この足音めっちゃ怖いんだけど。でもまだあるね。なるほど、まだね解明されてないんですよ。その終着点が誰も確認できてないみたいな。この主人公は終着点来ましたね。はい、てかこうやって覗くことできるんだ。何これ。あ、バッテリーやった。閉めちゃった。閉めたけど俺なんで出た今。どういう構造だったの今の。はい、じゃあ、あ、また階段ですね。降りましょう降りましょう。ジャンプしたね。結構な段数ジャンプしたね今。はい、これはこっち行けばいいのかな。これなんか出てくんのかな他に。お、あ、ここは何もなさそうだね。なになに、何の音。足が止まった。怖い。安定的にねマックス音量でプレイしております。皆さん鼓膜気をつけてくださいね。この音何、やめてくんないかなこのフンフンってやつ。頼むからこっち行きましょう。よくわからねえけどこっち行きましょう。
すごい迷路になってるね。道覚えられる気がしねえわ。はい、スタミナがもうねえな。あ、なんかついた。何ここ、教室。最悪じゃんこの教室。ねねね、ペタペタ聞こえんですごい。酸素ねえだ。なになになに、出た方がいいこれ。なんか近づいてきてるは。何この子。え、なんでここは止まったらいけないみたいな感じなのかな。ずっと動いてないといけないみたいな。こっからでよかった、心の底から感謝しております。はい、まあでもまだバッテリーいらないよねこれ。止まった止まった。あ、ロードか、ロードしてるから止まんのかな。うん、この謎の音が怖いですね。さっきこっちの教室行ったら死んじゃったんだよね。でもなんかある気がするんだよね、あの部屋。俺の直感がそう言うぜ。魔物がいる場所は何かアイテムあるからね。えドラクエとかもそうでしょ。待ってね、はい、怖えなこれな。あったあったあった、もう出ましょう。なんか手に入れたけど、何だったんだろうね今のは。あ、これか。やった、なんかカード手に入れたよみんな。はい、なんかロードの回数多くね。はい、何ここ、なんか凄まじいとこに来た気がする。何これ、すげえ量の綿棒。なんか綿棒に見えませんこれ。見えないかな。うんうんうん、なるほどなるほど。全くわからねえ。全然わからねえわ。あ、なんか使えた。あ、回収できた。え、何これ、何なんだろうこれ。集めろってことかな。6個あんの、いや違うか。こっちは英文が書いてあるんで、あと2つどこかにあるってことか。わかった、そういうことか。そしたらあの扉が開くんだ。ただそんな簡単にさ、手に入れさせてくんないでしょ。こっちさっきの教室みたいなとこだよね。そんな感じするで。わい。うわー、ちょ待って、わかんねえわ、これ、どうだ。適当に行きましょう。適当に行けば、とりあえず、なんとかなるでしょ。ね。で、このさ、すげえ首かしげてるけどさ、これ何なんだろうね。こういう時に使うってこと？ってことはなんか出てくるなこれ。まあでも使わないで普通に曲がっていきましょう。広っ、とても広いですね。本当にクリアできる。ねねねね、なんか確認して今。なんかいるのか、また認証したけど。ああ、え、なになになに、めっちゃ怖いんだけど。動き、とても冷静に話せる相手とは思えない。あいつ絶対会話できねえや、まともに。どうしようどうしようどうしよう、来た道来ちゃってるけど。ええ素通り。素通りしてったぞあいつ。よかったよかった。多分ね、こっちに何かありますね。あいつがいる方向、とても怪しい。絶対宝箱あるでしょう。ねえ。でも壁越しでも、やつを認証してくれるから、ちょっとありがたいね。このカメラ。カメラ回してんでしょ？お、なにこれ？すごい明るい。落ち着くぜ！あ、これは。来た、2枚目。ナイスです。何これ、怖っ。これ何、マシュマロではないことはわかる。バッテリー欲しいな。いる、まずい。スタミナス、スタミナス、
ナス回復して。これもう無理じゃん。はい、来るなら来い。俺が真の呼吸を見せてやる。深呼吸しなきゃ。待ち伏せとかそういうのよくないよ。お前ふざけんな、ほんと。蹴飛ばすぞ。この車椅子につまずいて、なんか小指とか痛めちゃえ。もうダメ。もうこれダメだわ。お前、張りすぎだよ、そこで。何この、逃げ道がない感じ。はめられてますね、俺、あんなやつに。わけわかんねえ動きしやがって。諦めんのかよ。あいつ諦め早いな。もうちょっと粘れ。俺を倒すためにもうちょっと粘れ、お前。ちょっともう、俺、次死んだらやめます、このゲーム。決めました。だが、俺はこの回でクリアする。そうとも決めた。なので頑張っちゃうよ。ほんと怖い、あいつの動き。超嫌い。絶対友達になれない。こっちは？何ここ。ああ、ありそう、ありそう。ねえな。ああ、ここか。あ、じゃあバッテリー取りに行きましょう。いや、怖えな、ほんと。オッケー、回復。すごい適当に言ってます、今。ここは？あった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 。え、待って。全部集めたね、これ。戻りましょう。なんとなく、方向はわかる気がする。こっちじゃねえな。こっちだろ。合ってるかな？よしよしよし。オッケー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 。なんか楽しくなってきたわ、逆に。これで、左曲がったら英文あるよね。左の左。ほら。ねえ。こっちまっすぐ行き。うん。これいけるね。この勝負。もろたれ駆動。こっちはさっきの教室だよね。はい、またロード？ロード多いな。よし、オッケー。大して迷わなかったね。はい、じゃあちょっととりあえず適当に貼ります。で、これを、はい、違うね。一旦全部取り、てかここに来ないよね、さっきのやつ。ん？開いた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 。あれ、意外と簡単じゃないっすか。うぜえ。英語読めないくせに。英語読めないくせに出しゃばって。申し訳ないですね。はい。皆さん、このゲームやる方、この色です。毎回違うのかな？てか、足場怖っ、ここ。もう、カイジとかだったら四つん這いになってここまで来るよね。ここに限って一本だからね。落ちないように気をつけましょう。また階段ですね。で、降りていきましょう。はい。すげえ。下になんか書いてある。ん？ちょっと待って、俺、乗り上げてるな、これ。ちょっと多分、ロードされてると思うんで、こっち行ってみる？あ。え？なんか来れたな。なんか来れたな、これ。だ、ここはようやく新たなとこに来れたよ。あ、やった。何ここ、なかなか物騒なとこに来ちゃいましたね。あれ、これ一番最初にいたとこじゃない？影でびっくりしたところ。違う？すごい似てんだよね、構造が。てか、なんで明かりがあるんだ？うーわ、マジか。何これ。
え、なんかいねえ向こうに。気のせい。ちょ、近づいてぶっ飛ばしてみる。あ近づいてぶっ飛ばしてみるわ。やばいね。ルフィも真っ青だわ今の言動。何これ。ああ岩。階段下るんすかね。ちょっとバッテリーがまた切れそうなんで下っちゃいますね。上がるのではないでしょう多分これ。うわ広っ。なんか水張ってね。何これ。あもう認証しない。ドアノブがね。あ行き止まり、行き止まりで水たまり。あーもうこれ一番下なんだ。SCP-087 の終着点なんですかね。じゃあちょっとお次上がってみましょう。帰れるかなこれ。2階に来た。特に変わりないよね。うわびっくりした。だ大丈夫っすか。先輩っすねこれ多分。僕より先に来た D 職員ってことかな。先輩です。うわー何これ。でほんと魔界なんだけど終着点。はい、ちょっとバッテリーももうなくなってきましたね。しばらくあちこち見たんですがもう何もないみたいですねこれは。はい、ここはなんだ、ここは初めてだな。え、これあれだよね、 SCP でこの仮想上のやつあったよね確か。え、まさかのコラボみたいな。すげえ。あ、怖い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 。ね、その布団を干す時の音みたいな。やめて。はい。あとはもうこっち行き止まりなんだもんね。はい。じゃあ全部見ましたね。これさ、ゾッとすることを言っていい？最初の場所からここまで終着点まで一つなぎなんで、戻ろうと思えば多分戻れるよね、このゲーム。まだ戻りませんけど。はい、今回ね、この闇で終わろうかなと思います。はい、ということでね、今回こちらの動画がちょっとでもいいと思ったら、いいねボタン押してくれると嬉しいです。僕がね、安定的にうるせえって方もね、ぜひ高評価を教えてくれると嬉しいです。皆さん、鼓膜大丈夫でしょうか？はい、何度も言うようですが。替えは買いましたか？はい、僕ね、この SCP シリーズとか、ホラーゲーム、バカゲー、珍しい感じのゲーム、これからもね、どんどんアップしていくんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。面白かったね。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。